松田被災地は、日本の戦略及びマーケティングコンサルタント。株式会社 JMR 生活総合研究所代表取締役。兵庫県生まれ。1980年、同志社大学小学部卒業後、日本マーケティング研究所入社。情報家電産業、食品、日用品業界などの消費財を中心とした、リサーチ。 マーケティング及び戦略経営の実務を経験。1991年、JMR 生活総合研究所を設立。企業のマーケティング課題、戦略課題のソリューションに取り組んでいる。哲学、歴史、経済学等の幅広い人文社会書科学に基礎付けられ、日本の生活者に目指し、グローバルに通用する新しい戦略経営や、マーケティングを目指している。 近年では、中央及び地方の行政機関の書委員、地方経済再生プロジェクトへの参画、シンポジウム、セミナーのコメンテーター、講演などの公共分野へ活動の場を広げている。2009年に出版した、イヤ消費世代の研究で注目を集め、新聞や雑誌などに数多く取り上げられ、ニューヨークタイムズなどからも取材を受けている。著者の世代論研究をまとめた著作。 ジェネレーショノミクスは評論家の芹沢俊介が老作と評価している。ありがとうございます。